ね、はい、それではご紹介させていただきましょう。高円寺を中心に豪を轟かせるど真ん中ヘビーロックバンド、去年の、夏あさりで休止からの復活を遂げ、今年にかけて自主企画を中心に大活躍中でございます。今年も豪音のスコール、皆様外の雨には負けません。中で雨が降り注ぎます。ゴーンのスクール。それでは皆様の心を洗い流していただきましょう。それでは海たちの声優なし、カモンライオン。
どうもありがとうございます。ライドンです。うっし、夏アサリフェスティバル今年もやってきましたね。なんか肩が吸収しちゃうの、アサリちゃんがね。なんか、あ、うーんっていつ、活動休止はいつ終わるんですか。活動休止はいつ終わるんですか。お金が貯まったらちょっと逃走ですけど、またあるよね、夏にアサリフェスティバルが。次までにはないと夏が終わらない感じがするんで、まあ、そんな感じで手短に、それが僕 の、 あのなんか鼻向けの言葉として、まあお金は貸せませんけど。ライドンっていう名前でやらせてもらって、まあ、これ夏アサリフェスティバルからなんですけど、去年の9月の24日ですか、ね、28だった気がする。9月の4日、9月の28日からぐらいからで1年ぐらい、ほんといい感じで活動させてもらってありがとうございます。で、次のライブなんですけど、結構近いんですけど、今度また12日って何曜日、日曜日、土曜日ですね。12日の土曜日に新宿のクラブドクターで。全部違うじゃねえか。あ、クラブドクターじゃねえ、スモーキングブギーだ。出たことねえ、クラブドクターなんだ。スモーキングブギーで、9月の12、土曜日にめっちゃオルタナイトっていう企画に出ますんで、いい企画なんで、もしお暇だったら来てください。そうだ、ライドン見に来たで、まあなんかただにしようかな。ただにいつも結構そういうこと言ってんだけど、実際来たやつが一人もいないんで、来れるもんなら来てみやがるまあそんな感じですね、クラブドクターじゃなくてスモーキングブギーだからね。結構いい機会なんで、10月の頭は3日間北海道行って、終わりの方またミッションでやりますんで、また会えたら気軽に会いに来て、金なんかいいからさ、そいつ嫌じゃなくてもっと音楽でつながろうよ、うん、うわ、言ってて寒いよ俺。なんですかね、だからまあ嘘くさいっすよね。やっぱ金こそ全て、あの辛い金、今日スタッフが無断欠勤で物販すらありません、うちのバンド、うん、CD とか欲しかったらちょっと Facebook にライドオンページがあるんで、メッセージしていただけたら、そっちの方で受け付けます。フライヤーはないのかな。フライヤー、ライドオンの検索しろよ、そこはねそこは検索しようよ、あの無人じゃないんだから。みたいな感じで、あと2曲付き合ってください。